人になりたくて一人でいることに耐えきれないで、僕は街に降り市電に乗って辺りを見回した。出会ったみんなに話そうか、昔綺麗だった女の子、どんなに彼女を愛していたか、どうして別れたか、僕がどんなにうまく言えるかなんて思わないでくれ。一つのいさかいがもう一つのそれから別れになって、もっと上手いやり方があったかもしれない、でももう遅すぎる。アパートの屋根で踊ろうよ、僕の夢があったところ。月日はぎこちなく過ぎてゆく、季節は行きたがらない。時には取り残されるものだと汚れたガラス窓が言う。でも誰かが話しかけてきたら聞いてやりなさいな。彼女がそうと知っているのならそれはそれでいいのだが、1000万のあれかこれかだと地下鉄の壁が言う。一線の悲しみが全てだと鍵がカチャリとなる。驚いて見えないようにわからないと僕は黙り込み、彼女は壁に抜け道を見つけ上着を残していった。彼女がいつか帰ってくればと僕はそう思う。帰ってくるなんて信じないくせにそう振る舞っている。でもどの日にか彼女に出会うことがあったなら、僕の言葉はこれだけ、君に会えてよかったよ。